トーマス・リプトン・トーマス・ジョーンストン・リプトンは、英国の紅茶ブランド、リプトンの創業者。当時としては、画期的な流通を実現し、紅茶王と称された。1848年、スコットランドのグラスゴーに生まれる。両親はアイルランドからの移民であり、小さな食料品店を営んでいた。10歳の頃から自力で学費を稼ぎながら、夜学に通い、 13歳の時には、蒸気船の船員となった。1865年、15歳で単身渡米した。当初、ニューヨークで仕事を探したが、当時は、南北戦争終戦直後であり、福音兵士が多く、仕事が見つからなかった。そこで北部を離れ人で不足となっていた南部へと、移動し、バージニア州やサウスカロライナ州などを転々としつつ、懸命に働いた。 18歳になった時に、ニューヨークの百貨店の食品部門に就職したが、1869年には、その仕事を辞め、グラス号に引き上げた。帰国後しばらくは、父親の仕事を手伝ったが、チェーン展開と広告が成功の鍵と目をつけた、トーマスと保守的な父親の経営方針が合わず、1871年に、自分の食料品店を開いた。 独特な演出や漫画家を使った週替わりのポスターなどを駆使し1点目を軌道に乗せると利益を全力で次の店の出店に費やし1880年にはリプトンの店は20件を超えていたその後も巨大な金貨入りチーズジャンボを使った話題作りなどアドマンとしての能力を発揮し1890年にはイギリスの大都市を網羅する 小売ネットワークもを作り上げた。リプトンが紅茶事業に参入し始めるのは1888年からである。19世紀後半の紅茶ブームに合わせて紅茶ディーラーたちがリプトンの店に売り込みに訪れたが中間業者を経ずに自力で買い付けた方がはるかに利益が出ると分かった。リプトンはブレンダーなど茶の専門家を雇い、 それまで1ポンドあたり2シリング6ペンスで売られていたものと同等の茶葉を1シリング7ペンスで売り出した。それまで中流階級以上が飲んでいた茶葉を労働者階級でも飲めるようになり、本格的な紅茶ブームに火をつけた。その後も重量と銘柄を保証する、ブランドシールで封印する包装を導入したり、消費値の水ごとに異なるブレンドを開発するなど、 品質向上に勤めた。リプトンは1890年に、ロンドンの銀行業者からの勧めで、正論島を訪れた。視察後に、ウバ州の農園を買い取り、紅茶の栽培経営を開始する。その後も、農園を買い足し、その規模は5500エーカーに及んだ。サインからそのままティーポットへというキャッチフレーズで、世界各国にキャンペーンを行い、 正論島の生産能力を上回る需要を喚起した。そのため、ロンドン、コロンボの茶市場で、独占的な買い付けを行い、食品商社としてよりも、紅茶商としての名声が上回るようになった。紅茶の事業の成功が認められ、1895年に、英国王室御用達の茶商の直居状を与えられた。また、多額の財産を慈善団体に寄付したり、 貧しい子供たちに紅茶を配るなどの事前活動により、1898年には、ビクトリア女王から、ナイト爵位を与えられた。そのため、サー・トーマス・リプトンと呼ばれることが多い。その後、1902年にエドワード7世より、順段爵位に助せられた。スポーツマンとしても知られ、ヨットレースのアメリカスカップにシャムロック号で5回、挑戦した。 結局勝利を得ることはできなかったが、アメリカ市民から賞賛を受け、特別賞として、ティファニー社製のゴールドカップを授与された。また、サッカーの FIFA フフワールドカップが開催される1930年以前に、リプトン杯を設けていた。1931年に、ロンドン郊外の大水寺の自宅で死去した。生涯独身だった。宣伝のチャンスは決して逃すな。 ただし、その商品の品質が良いことこそが、その条件である、トーマス・ジェイ・リプトン、紅茶の楽しみ方新調車、P108。ありがとうございます。